松尾愛沙、石原静香、吉原琴音、3年京都教育大学。女子ですけれども注目チームはどのあたりになりますか。そうですね、まずは園田学園女子大学と、はい、立命館大学が、昨年続く、はい、この対決となるというところと、江南大学にも非常に有力な選手がいるなというところで、はい、このシードレーンの3校に注目をしております。江南は予選走ってなかった倉重美優入れてきましたね。そうですね、しかも2走に投下してきているので、はい、この2走の前半のところで、何位でつけられるかによって後半バトンゾーンの渡す場所が変わってくるんですよね、はい、なのでここに倉重さんが来たっていうのもすごく楽しみな展開だなと思っております。なるほど、北井さんはどのようにご覧になってますか。そうですね、対抗得点争いもですね、はい、立命館と、園田学園がですね、はい、競ってたんですけども、1万メーター競歩でですね、はい、柳さんが学籍力出しましたので、はい、その時点で大きくボーナス得点を獲得した、関係でですね、立命館の総合優勝はもうほぼ確定なんですけども、はい、日本インカレを見据えてですね、園田学園と、立命館についてはですね、はい、関西学生のこの対抗戦でですねマイルでどれぐらいで走れるかというのも、ある程度、次の試合に読めるんじゃないかなと思うんですけど、はい、昨年は立命館大学が大会記録3分37秒21での優勝ということになりました。園田学園女子は1走中尾柚月、立命館大学は小島柚月、江南大学は坂本美奈美という1走になります。2レーン関学、3レーン京都教育大学、4レーン大阪教育、5レーンが江南、6レーン園田学園女子、7レーンが立命、8レーンが大阪成蹊、9レーンが同志社という8チームの、さあ女子 4×400m リレー決勝です。まずは1走はセパレートゾーンでの走りということになります。竹菱スタジアム京都、静寂に包まれています。スタートしました 4×400m リレー女子の決勝。さあまずは石塚さん、横一線と言っていい感じですか。
まあ、アイルはちょっとスタートがかなり階段がきついので、はい、分かりにくいんですけれども、まあ、園田学園女子大学の1走中尾さんがですね、はい、400m2 位の選手ですので、快調に走っているなという様子が見られますね、はい、あと5レーンの江南も坂本がいい感じで走っていって3コーナーから4コーナーただやはり園田学園女子のここは中尾がいい走りを見せていますが8レーンの大阪成蹊大学中島ここもいい感じで来ています。ストレッチにホームストレッチに入ってきました。これから2走へのバトンというところ間から立命が来た。立命の小島が一気に追い上げてきてさあ1走から2走のバトンリレーということになります。先頭わずかに立命館ただ園田学園女子も追い上げて2走にバトンタッチしていきました。さあやはり北井さんこれ一騎打ちになりそうですかね。そうですね、まあ、江南の倉重さんがですね、はいバトンもらってからですね上げていてますので、はいまあ、上位3校がですね、まあ争うことになるんじゃないかなと思いますけど。ここでオープンフレームになりました。オープンレーンとなって園田学園女子の2走の吉井が先頭そして倉重がぴったりつける展開。さあそして江南の倉重さらに3番手は立命の野間。野間も今日エントリー変更で出てきました。少し2位と3位の間が5メートルほど開いているというところでホームストレッチに帰ってきます。園田学園女子大学吉井真由先頭ぴったりつける江南大学の倉重これは江南としてもいいレース展開になっていますかね。石塚さんそうですねいい位置につけていると思うんですがこの後園田がエース2枚投下してきますので、はい、かなり他の学校は厳しいかなというふうに思います。園田学園女子大学は栃尾日向が3走になります。そして江南が3走麻生日向の立命館大学は福井矢野という形やはりこの3校が出ていますが園田学園が徐々にリードを広げていきます。かなりいい形で北井さんこれ園田学園女子は来てますかね。そうですねやはり400のフラットのタイムがですね、まあ、立命館さんよりも、はい、この園田の4名の方がですね、はい持ちタイムいいので、やはりその差が今のところ出てるんじゃないかなとは思いますけど、はい、そして2着争いがどうやら立命館が江南をかわして上がってきそうになります。立命館は福井アナが3走しかしほぼ独走状態となった 400m5 着の栃尾が3走からさあいよいよアンカー足立マリンへというところ園田学園女子が先頭でバトンタッチしていきました。そして2番手は江南と立命がほぼ変わらずというところ江南大学はアンカーは長谷山凪そして立命館は山本亜美4年生です。2番手に立命館が上がりましたが園田学園女子が大きなリードを取って2、30メートルあるいはそれ以上つけたでしょうか。まもなく3コーナーというところ園田学園女子が先頭さあ2着争いが立命館か江南かというところ江南の長谷山1年生ですけれども追い上げてきていますがさあ最後の直線コースに向かう園田学園女子大学足立真凜先頭2番手は立命の山本粘っていますが迫ってくるのは江南大学の加瀬山1年生。さあ最後の直線に入って園田学園女子大学ここは強さを見せました足立真凜1着でゴール。園田学園女子優勝2着に立命粘り切りました3着に江南格好がゴールインしていきます。いや石塚さん結局園田学園女子強さ見せましたね。そうですね足立選手が 400m 個人に続いてアンカーでも安定感のある走りを見せて優勝と、はいはい、なりましたね。全く後ろ近づけなかったですね。そうですね見ている限りですと、はいまあ、その江南の2走の倉重が力を見せたんですがやはり3走4走は素晴らしいものありましたね。そうですねマイルはやっぱり4人どれだけ、まあ、平均的に強さを、ね、持てるかというところが鍵になるので、はい、やっぱりその学園女子大学はやっぱり 400m 決勝3人残っているメンバーが走ったというところで、うん、やっぱりこの強さが光ったような感じがしますね、はい、見事に昨年の雪辱を晴らしましてその大学園女子がこの今年の女子 4×400m リレーの決勝を制したということになりました。見事園田学園女子が優勝を決めたというこの女子 4×400m リレー決勝でした。おめでとうございます。ありがとうございます。レースの気持ち去年初めてカンカレで園田のマイル走らせてもらって優勝することができなくて悔しくてで前カレで優勝したから
このカンカレも優勝したくて走ったので優勝することができて嬉しいです。最初に締め小島さんのセットで競り勝ちました、もう絶対に一番でよし前にバトン渡すって思いでもそれだけ考えて走りました。すごく緊張したんですけど、こんなにも頼りがいのある先輩が3人もいるので安心してそこは走れたんですけど、一番で絶対都庁さんにつなぐって決めてたので思いっきり最初から走ることができました。3走の都庁さんいかがでしたか。4日間ずっと走りっぱなしで正直体の限界来てたんですけど、でも400個人の400がすごい悔しい結果で終わってしまったので、その悔しさをマイルにぶつけてやろうっていう思いで走りました。優勝という結果は、はい、すごい嬉しいです。最後は4年生赤瀬さんいかがでしょう。はい、やっぱりラストのカンカレだったので絶対にタイムももちろん狙ってたんですけど一番を取るっていうことだけ考えて走りました。後輩が大きな差をつけてきましたね。もう心強い3人がすごい頑張ってくれたので、もうあとは自分はもうとにかく自分の走りして絶対一番でゴールするっていうことだけ考えて冷静に走ることができました。娘が4人が同学年の方が何もあるしね。なんか走る前に何走って聞き合っててお互い4って言ってたので、よっしゃよろしくなみたいな感じで話してたので、結構いい関係でパチパチ感ありながらもなんか一緒に高め合っていけれるレースかなって思います。これからいろいろまだマイレースあると思います、はい、日本インカレ続いて決意をお願いします。はい、去年は大会新記録で自分たちも想像できなかったようなタイムで優勝できたんですけど、それはまた置いといて、今年は今年でまたメンバーはどうなるかわからないんですけど、走るメンバーでもっと高いところを目指してタイムももちろん優勝も狙っていきたいなと思います。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。